はい、皆さん、こんにちは。全農研究所若手の会の、島田と申します。今日はアドバーザリアルネットワークスによる、画像生成に迫るという題で、少し画像、機械がどうやって画像をお絵描きするのかみたいな話を簡単になんかちょっと話していければなと思ってます。で、一応、スライドシェアの方にこの配布用のスライドアップロードしてますので、後ろあと3枚ぐらい上に URL を出してるので、もしよかったらご覧になってください。でですね、簡単に自己紹介させてください。島田大樹と言います。今は、法政大学の大学院で、修士2年生ということで、いろいろ研究をさせてもらっています。大体、画像認識とかディープラーニングみたいな周りの話をちょこちょこと、やってます。で、あとこの会の副代表として、会全体の運営を少しやらせていただいていて、ぜひぜひ運営に興味がある方は、一言お声かけていただければなと、思っております。はい。このリラックマはこのリラックマですね。どうでもいいです。 はい。で、オープニングの時になんかちょこちょこ、前回とんでもないやつがいたぞみたいな話がなんか出てたんですけど、僕は何を前回もちょっとおしゃべりさせていただいて、どんなことをやったかっていうと、カジュアルトークということで、すごく皆さんにカジュアルに親しみを持ってもらえるようにですね、コンボリューションニューラルネットワークという画像認識のアルゴリズムがありまして、それの最新の研究動向を知りましょうということで、64本を大体25分ぐらいでバーッとしゃべって、みんなで面白い面白いっていう話をさせていただきました。はい。そういうことです。 で、今回はこの時には画像を作る研究があるよって話をちらっと、出してまして、で、その中の、そこが結構後から、ね、面白そうっていう話をいろいろな方々からいただいたので、じゃあちょっと深掘りしてみましょうかということで、今日はその画像生成というところを、追っかけています。いいですね。いいですね。はい。で、今日のあ、ごめんなさい。スライドシェアの URL 貼るのはここでラストなので、もし必要であれば、お写真撮るかなんかして、メモっていただければなと思います。大丈夫そうですかね。大丈夫ですか。どうですか。はい。じゃあ、いきます。で、今日はどんな感じの話をするかって、なんで画像生成なんだいっていう話と、あとは、それの今、主な主流となっているアルゴリズム、ジェネレティブ・アドバーサリアル・ネットワーク、GAN と言いますけども、それの中身のご紹介。あと、それを使うとじゃあどんなことができるんだいっていう話を少しして、最後、まとめで終わろうかなと思います。なんで画像生成なんですかって言われた時に、単純に機械が絵をお絵描きをできるって、普通に面白くないですか？ワクワクしますよねっていう。それは一つの、アイディアというか、モチベーションだと思います。機械は芸術を理解できるか、もしくは何か、そういう、なんて言うんだろう、すごく、より中、何かこれが缶ですとか、これが熊ですとかっていう、よりより抽象的な、レベルの概念が理解したように見えるんじゃないかと。で、これが実現されると非常に、僕らにとっても便利になりますよねと。僕なんか絵が下手なんですけども、そういう人でも何かアイコンが描きたいなとか思った時に、もっと描けるようになったらすごく幸せですね。はい。で、もうちょっと真面目な話をしておくと、一応モチベーション、さっきみたいなモチベーションもあるんですけど、その物体の視覚情報の特徴を学習させるための手段として、画像の生成問題というのは、実は学術的にはそんな感じでやられています。例えば、こういうベッドルームの写真があった時に、僕らはこれ見た時に、奥に机があって、窓があって、カーテンがあって、上にランプがあって、ベッドの上にシーツと枕と布団があってとかってことを見てわかるわけですね。一つの一枚のベッドルームっていう画像ではあるんですけども、中にものがあって、でもっともっと深掘りすると、例えば枕が赤い色ですとか、シーツが白いですよねとか、カーテンが何色ですよねとか、なんか素材は綿ですねとか、カシミヤですねなんていうとこまで深掘りして、いろんな階層で物の属性とか概念とかっていうのを見てわかるわけです。で、
僕らの今こうやって視覚情報とか見ているシチュエーションっていうのはシーンっていうのは全部そういうもので構成されているわけですね。で、まあ、機械にそういう、まあ、これはこれで一つの枕は枕で一つのものになるんだよと、カーテンはカーテンで一つのものになるんだよと、でそれらが組み合わさると、まあ、ベッドになるよと、で、まあ、あと、まあ、上に光が当たり、あのランプがあったりとか机があったりとかってなると、まあ、最初に部屋になるよなんていう、まあ、構成性を、まあ、少しあの理解させたいなというのも一つの、モチベーションであります。で、例えば別にだからあの画像生成をさせるときに枕のところがリラックマになっても、それは要は枕を一つの物体だと、これは一つのひとまとまりだよねっていうふうに理解できるというふうに言えるわけですね。だから例えば画像生成させるときに、まあ、枕の部分だけちょっと、まあ、色が気に食わないから青に変えてとか、ぬいぐるみにしてちょうだいとかいうふうにできると、あのそういうパーツの構成性というのが機械ができた、理解しているというふうに見なしてもいいかなという話になるわけですね。で、まあ、そんなことをやりたいというのが、あのまあこの分野の研究の一つのモチベーションだったりします。で、じゃあ、まあ、どうやって実現しましょうかという話になったときに、まあ、今まであの画像を作るっていう話じゃなく、古い話ではなくてですね、あの前から昔からいろんな人があのうまく画像を生成するためのやり方っていうのが考えられてきました。しかしながら、まあ、ここ数年あのご存知の通り人工知能ブーム、ディープラーニングブーム、機械学習ブームみたいなのがあの訪れていて、その中でやっぱりこのジャンルも非常に大きな影響を受けた分野であります。で、特にあの革新的というか一つエポックメイキング的に現れた手法としてジェネレーティブアドバンスリアルネットというものがあって、あのこの手法の登場を境にあの できる生成される画像の質があの桁違いに、上がりました。で、まあ、およそあの、まあ、この画像生成問題を解くときはジェネレーティブアドバンスリアルネットを使うことがほとんどです。まあ、たまにリカレントニューラルネットワークを使われる方まあ、いらっしゃったりもしますけれども、あのなので、まあ今日はそのジェネレーティブアドバイザーに、まあ、次からあの GN と訳しますけど GN で画像を生成するやり方についてお話をしていきたいなと思います。で、じゃあ GNN って何だいというと、基本的に中身は、ニューラルネットワーク、ニューラルネットワークである必要はないんですけど、ニューラルネットワークです。で、ジェネレーターと呼ばれる画像を作るところと、ディスクリミネーターという、まあ、それをなんかこう判別する、ところと、まあ、2つの部品に分けられます。で、ジェネレーターネットワーク、まあ、次は G って言いますけども、ジェネレーターネットワーク何をするかっていうと、なんか適当な入力 Z っていう、なんかこれ数字です。例えばこの図だったら丸3つがあるので、数字が3つあるわけですね。0.1110 とか、数字が3つ入ってきます。で、ジェネレーターは、その数字3つをもらって、こう、ニューラルネットワークの中で、こう、いろいろ処理をして、何か画像をアウトプットしてくれます。例えば、128ピクセル×128ピクセルみたいな、なんか特定のサイズの画像をポッと出してくれると。それがジェネレーターさんのお仕事です。で、まあ、それをじゃあ、便宜上、まあ、GZ とし、しましょう。GZ と。次から呼ぶことにします。で、その画像を、ディスクリミネーター何をするかというと、G が作った画像なのか、それとも G が作ってない普通に誰かが写真で撮ってきてくれたリアルな写真なのかっていうのを判別するというのを、この D はやってくれます。で、まあ、本物だったら1。で、これ絶対知事が作ったやつだわ、全然下手な絵だわって言ったら、これ0。っていうふうに、ディスクリミネーターっていうのは、リアルな画像かどうかというのを判定するような、ことをするネットワーク。これを連携させたものをアドバーサリアルネットワークというふうに、呼んでいます。基本の構成はこんな感じです。で、なので、まず、D の方からいきましょう。右側の、さっきの図で右側だった D は、
さっきも言いましたけども、入力が本物の画像かどうかを見分けるというのが D さんの目標です。なので例えば、適当に撮ってきた鳥の写真と、あと G が作った、まあ、鳥って G が言い張ってる画像をこう、あのどっちかがこうもらうわけですね。でもらった時にこれは本物かなと思ったら、まあ、高い値1とか 0.9 とか高い値で、いやこれは全然 G が作った全然写真で撮られた画像じゃないなと思ったら、低い値0出すようなネットワークを作ってあげて、これを学習させます。この学習っていうのは普通に従来のニューラルネットワークの学習で、まあ、できるというふうになっています。で、で それは D さんはそれでいいんですけども、 G さんはすごくリアルな画像を作りたいという目標なので、D がこっちがこう間違うような画像を作るというのが目標になっています。 D がいやこれ G から聞けないっていう間違っちゃうような画像を作るように G を学習させたいということですね。そうすることによって、これまあどういうふうにじゃあそれをやるかっていうと、G が画像 GZ を出力して D さんに投げるわけですね。投げた時に、まあ、D はこれが本物っぽいか本物っぽくないか、答えてくれるわけです。で、これが、まあ、本物じゃないよって言われたら、まあ、全然まだまだだなと思って学習をするわけです。あ、これはダメだったんだなっていうふうに G が学習します。で、D がいやこれ本物っぽいなって言ったら、あ、こういう画像だったら D は間違うんだな、これは本物っぽい画像なんだなというふうに G さんは思うわけです。で、こういう D の、分類結果をフィードバックしてもらって、この画像は本物じゃないっていう実際の D の答えを G はもらって、 D が、間違ってくれるように、 G が作ったのに本物だよって言ってくれるように頑張って学習をします。これが、G の目標になります。で、まあ、じゃあちょっとまとめましょう。なので、実際数式的に書くと、まあ、こういう最適化問題を解くことになるんですけど、まあ、別にそれはいいです。で、まあ、学習ということでステップとしては、まず本物の画像を投げた時に、これちゃんと本物だよって言ってるかどうかの数式なんですけど、ちゃんと本物って言えるように学習すると。で、次に偽物の画像が来た時には偽物だよって言えるように D さんは学習すると。で、 G さんはこれを本物だよって D さんに言ってもらうように G は学習をすると。それがまあこの式の意味になっています。イメージはそんな感じです。いいですかね。はい。で、これの何がいいかっていうと、実はこの式っていうのは普通の今まで のニューラルネットワークの学習規則を使うことで、まあ、学習ができると。何かこうすごい数式的にとんでもないテクニックを使ってこう最適化問題を解くというようなことをしなくても、従来の、バックプロパゲーションというニューラルネットワークの学習規則をそのまま提供してくれるだけで D も G もうまく学習できるようになるというのが、まあ、この研究のすごいところになっています。で、じゃあ、これを使ってじゃあ、まあ、そのまま何か画像を作ればいいじゃないという話になるわけですね。なんですけども、実はこう簡単な話ではなくて、すぐに歴史的な話をするとすぐに、画像ができたわけではなかったんですね。で、これが2014年の研究なんですけど、まあ、なかなかみんな画像をチャレンジしてもなかなかうまい画像ができないぞと、画像じゃない問題とかできたりとしたんですけど、画像だとなかなかうまくいかないねって話をしていて、で、2015年に、ラプラシアンピラミッド・オブ・ジェネレーティブ・アドバーザリアル・ネットという研究が出てきました。で、これは何かというと、画像っていうのは周波数に分解できるんですね。これ何言ってるかわけわかんない人はわけわかんないと思うんですけど、例えば周波数って意味わかりますね。ラジオとかの何ヘルツとか、周波数ですね。で、どういうことかっていうと、
高周波っていうのは画像の中で高い周波数っていうのは輪郭線、細かい線のことを、高周波と呼びます。で、低い周波数って何かっていうと、まあ、ボケた画像、視力が悪い人とか、僕とかもメガネ取るとこう全然皆さんぼやけて誰だか誰だか、まあ、色はわかるけどみたいな感じになるんですけど、そういうのが低周波画像と。で、そういう周波数の低い画像、ぼやけた画像と、あと輪郭線とかを重ね合わせていくと、はっきりした画像になりますよね。で、そういうことで画像は周波数で分解できますよって話が、画像処理の、分野では研究されています。で、このテクニックを組み合わせて画像生成をすればいいんじゃないかというアイデアで、研究がされました。で、まあ、簡単に、どういうものだったかというと、まず低い解像度の画像を作るわけです。すごくぼやけた、すごく視力が 0.01 ぐらいの人が見たものを描いたような絵をまず描いてもらうわけですね。それぐらいだったら簡単なわけです。で、徐々に視力を上げていくわけです。だんだんはっきりとした輪郭線があるような部分っていうのを、描いてもらうわけです。そういうのを全部重ね合わせていって、最終的に綺麗な絵ができますよというのが、この手法の趣旨です。当時の、主流でした。去年までの。はい。で、これ周波数帯ごとに、さっきのジェネレーターとディスクリミネーターを作るので、結構大変なネットワークになるわけですね。たくさんネットワークを作らなきゃいけなかったというのが、まあ、一つ問題点としてあったんですけど、まあ、実際これ実験してみると、これ実際に、描いてもらった絵です。これ何描いてると思いますか？これは、ニューラルネットワークに鳥を描いてねって言って、鳥って描いてくれた画像です。で、鳥ってわかります？どうでしょう？言われてみればぐらいの雰囲気ですかね。いや、左上とかはなんかいい気もしますけど、なんか真ん中あたりはなんかよくわかんないのがちょこちょこいますね。で、ただ、これでもすごかったんです、当時、去年の時点では。こんなとこまでいけるんだ、なんとなく鳥って言われて鳥って分かる画像が出せるぞ、すげえっていうレベルだったんですよ、去年まで。そのぐらいのレベルだったんです。で、それがようやく去年、まあ、そういう頑張ったテクニックを使って、作れるようになってきました。今まではどういう画像だったかって、すぐこうぼやけちゃった画像ですね。さっき言いましたけど、低周波のような画像、視力が弱い人が見たかのような画像が、いっぱいぼやけた、なんか真ん中が赤いぼんやり点があって、もうあと全然わかんないみたいな、そういう画像が多かったんですけど、少しなんとなく輪郭が出てきて、パーツによってこう色が分かっててっていうような画像が出始めるようになったのが去年の話です。で、そっからさらに何ヶ月ぐらいかな、半年ぐらいかな、経った後に、ディープコンボリューショナルジェネレーティブアドバーザリアルネッツ、DCGAN っていうかっこいい名前のが出てきて、で、前は従来の古典的な画像処理手法とアドバーサリアルネットワークを組み合わせていい画像を作りましょうというアプローチだったのに対して、いやいや、今画像認識でコンボリューショナルニューラルネットワークすげえ来てんだから、もうそれ使っちゃえよっていう話なのがこちらになるわけです。で、まあ、これこの図は G の中身なんですけど、ジェネレーターの中身なんですけど、さっき言った Z っていう適当な、ここでは100次元になってますね。100次元の100個の数字の列をポッて投げてやると、これアップコンボリューションとかデコンボリューションとかっていう処理をするんですけど、まあ、どんどんこれを画像に大きくしていくような、画像にしていくような処理をします、ニューラルネットワークで。それをしてあげることで最終的には 64×64 の画像がここで出てきますよと。で、これを、D さんに食わせて本物かどうか判定してもらいましょうというのが、この研究でした。で、この前の研究の時点でも CNN、これコンボリューションニューラルネットワーク CNN というんですけど、 CNN があったのに、なんで先にこんな面倒くさいやり方をしてたんだというところなんですが、これを成功させるためにはえげつない知識が投入されていまして、すごく単純にポッとこんな組み合わせが出てきたわけじゃなくて、かなり様々な組み合わせ、例えばここを何層にするとかですね、あとはさっき前の
市森さんのところのなんかレルーとか活性化関数の話とかもありましたけども、活性化関数をいろいろ変えてみてとか、あと、バッチノーマライゼーションの話もさっき触れられていましたけども、バッチノーマライゼーションという正規化処理を入れてみたりとか、その辺の、組み合わせをかなり試した結果、うまくいく組み合わせが見つかって、CNN でもジェネレティブアドバイザーネットできるよというのが分かったわけですね。これは去年の暮れぐらいの話です。で、じゃあこれどんな画像ができるんだっていう時に、こんな感じの画像が出ますよと。これ全部 CNN っていうか、ニューラルネットワークが作った画像です。どうでしょう？これはもう何の画像って言わなくても、なんか分かりますよね。なんとなく。さっきよりかは。全部、部屋の画像です。かつ、一応ベッドルームの画像を集めてみました。で、見てみると、まあ、左目なんか非常にクリアにできていて、窓っぽいところと、枕っぽいところと、ベッドっぽいところがこうあったりとか、まあ、これもいいですよね。まあ、これで壁だし、なんか貼ってあって、なんかポスターか写真か貼ってあって、窓があって、まあ、白いベッドかな、みたいな。で、ドアがあるようなと画像もできると。で、まあ、よりリアルかつ、ただ単にさっきは鳥を出すだけだった。一つのオブジェクトを出すだけだったら、これ複数のオブジェクトが入っているのか、そんなので、より複雑な画像が付けれるように、これでなったわけですね。おお、すごいすごいというふうになってくるわけです。でこれ非常に面白くて、最初に Z っていう値、数字をたくさん投げるよっていうふうに言ったんですけど、その値を徐々に徐々に変えて、例えば、Z の値を大きくしていくとか、ちっちゃくしていくとかってやると、だん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 できる部屋の、様子が変わってくるっていうのが、怖かったのも一つ面白かったところで、上の列だと左側はこう壁だったところが、だん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 こう窓が出てきて、で、ここになんかドアみたいなものが出てきてみたいな。なんとなく少しずつ少しずつ、なんか他のオブジェクトがこう増えていくような、もしくは消えていくような作用が見つかったということは、要は、こういうのはドア1セットでニューラルネットワーク、まあ、およそ理解していると。窓っていう一つのセットで理解してるんじゃないかというのが、まあ、一つここでこういうことが学習できるんじゃないかなという話が、起こってくるわけですね。下の段もだん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 ランプがあったところは、ランプのランプかな、あったところはなんか 青の背外が青い窓ができてなんていうふうになってくるようなことができるようになりました。で、他にも面白いことが分かっていて、今度は次はじゃあ顔を学習させましょう。顔を作れるようにしましょう。したときに、顔の画像をいっぱい作らせたときに、例えばサングラスをかけてる、一番左にね、サングラスをかけてる男の人が、すごい。サングラスをかけて男の人が、こう作ってやると。で、サングラス作ってない、かけてない、男の人も作ってやると。で、あと女性の人の画像を適当に作ってあげると。で、それの、Z の値を、100個の数字の値を平均するわけです。メガネかけた人が出てくるような Z の値を平均してやって、やると、まあ、こういう画像が出てくるんですけど、平均すると。で、メガネのない男の人の画像の Z の値を平均すると。で、それをまず引き算します。そうすると、まあ、引き算された 100個の数字が出てきますね。で、それに、女性の顔画像が出てくるような Z の値を足し込んでやると、サングラスをかけた、女の人の画像が出てくる Z が求められるというようなことができるようになると。で、僕らはこの感覚すごくありますよね。サングラスをかけてる人の画像から男の人を引いたら、そのサングラスだけ残って、でそれで女の人足してやれば、その女の人の上にサングラスが乗るから、サングラスかけたら女の人が出てくるなっていうのは、なんとなくわかる話ではあるわけですね。概念単位の操作ができると。いうことでわかる話なんですけども、これがニューラルネットワークで画像生成の問題を解くだけでこんな性質を持つよっていうのは非常に衝撃的だったわけですね。で、これが、こういうことがわかったということです。で、まあ、これ、今はもうこれが非常に主流になってきます。これでみんな、まあ、画像生成でも、ブログとかでもね、いっぱいアップロードされている方がいると思うんですけども。で、まあ、こういうやり方が今、非常に研究されつつあるということです。で、で、まあ、いろいろ研究されてるんで、いろいろ面白いことに、ね、やる人が増えてきました。
で、その一部をちょっと紹介しようかなと思います。一つは、スタイル抽出というふうに題しましたが、もともとアドバーカリアルオートエンコーダーという論文の内容なんですけど、さっきまでは画像を作らせたここに、ここの画像の結果を D さんに投げてたんですけど、D さんに投げてたんですけど、そうじゃなくて、途中全然画像になってないところを、D さんに投げるということをすると。で、正解は何かっていうのを適当に何か分布、確率分布を、好きな確率分布を定義してやって、その確率分布からサンプルされたものなのか、それとも、オートエンコーダーが出した中間表現なのかっていうのを判断させるように D を学習させると、データの表現、ここの中間層の表現を任意の表現に、落とし込められるという話が出てきました。急に難しくなってごめんなさい。そういうのが出てきました。で、それいろいろ変形が可能でして、途中で、クラス情報をここで入れてあげると。1は1だよ、1だよっていう情報をここで入れてあげるというふうにすると、要は1っていう1らしさを、この手前のここの部分で学習しなくて済むので、1とは関係ない、1とか2とか数字のシェイプに関係ない情報をここで獲得することになるわけですね。で、これをスタイルと呼びましょうと彼らは言っていて、で、スタイルを学習させると、スタイルをこういうなんか好きな部分に落とし込むわけです。なんか、何て言うの？太字とか細字とか丸文字とか、カクカクした文字とか、かすれ文字とかっていうのをこういうふうにスタイルに落とし込めるわけですね。で、これを学習させてあげると。で、させた後に、例えばじゃあ丸文字が欲しかったら、もうここら辺の値を取ってきてあげて、で、あと、じゃあ数字の1を出したいと。そしたら、数字の1ってなるようなベクトルを、結合してあげて、この後半の部分に分投げてやると、どういうのが出てくるかっていうと、こんな感じの風になりまして、各列ごとに、スタイルをコントロールした結果になってます。ここは太っぽい文字、丸っぽい文字になっていると。で、ここでは細くかすれた文字になったりとか、こういうふうに任意のスタイルっていうのを抽出して、かつ、特定の数字を出すと。こんな感じの数字を出してねっていうのがコントロールできるようになったという研究が出てきます。背景を黒くして白文字にしたりとか、あと、そうですね、青くしたりとか、そういうことができるようになったりもしています。で、他は、あと、今までは適当な数字を入れて画像を出してたんですけど、もっとこう、例えば花を描いてとか、青い鳥を描いてとか、なんかそういう方がいいですよね。なんか適当な数字よくわかんないですから、文字を、言葉を入れてあげて、その言葉に合った画像を出したくなるわけですね。で、それをやってあげたよっていう研究が、今年の5月に出ました。で、何やってるかっていうと、G さんには、Z っていう適当な数字も入れるんだけども、言語、画像の説明文をベクトル上にしてあげたもの。これは、キャラクターレベルコンボリューションリカレントニューラルネットワークっていうすごそうなニューラルネットワークでやるみたいなんですけど、これで、コードしたテキスト、数字にしてあげたテキストを、ここに入れてあげて、それも一緒に G さんに投げてやると。そうすると、こういう文章の合うような画像を出してよっていう風になるわけですね。で、これを出してあげると。で、D さんに、画像できたよっていう風に投げてあげて、で、D さんも、この画像はこういう説明文を元に作られた画像ですってことを教えてあげるわけです。ここで、また、結合して D さんにも教えてあげると。で、そうすると D さんは、そもそもその画像がリアルかどうかもそうなんですけど、説明文と画像がマッチしてるかどうかも含めて学習することができるという風に彼らは主張していて、で、実際にそういう風に、少し学習の工夫はいくつかあるんですけれども、成功したというような、論文になってます。で、結果をこうパッて見ると、これ鳥さんの例です。例えば、その僕の近い方から、いいですかね。This bird is different, shades of brown all over with white and black spot on its head and back. すげえ詳しく書いてますけど、よいしょ。ブラウン、オール、
やばい、英語力が。ないですけど、まあ、要はこういう感じの、まあ、茶色っぽくて、白いスポットが、白と黒のスポットが、頭と後ろにあるような鳥を描いてくれというような文章です。で、それをやってやると、これ3つとも全部提案書です。いろいろ学習の仕方を変えてるので、いろんな種類出てくるんですけど、まあ、確かに、これに、ぽいような画像がこの辺出てきているように見えます。ちなみに、これは、学習時にはこの画像を見せてない上に、この説明文も見せてません、もちろん。これと同じ種類の鳥も見せてません、学習するときに。いろんな違う種類の鳥を見せて、見たことない種類の鳥を描かせてます。で、やってあげると、うまくいっているように思います。まあ、すごく、文字がちっちゃいので、後でスライドシェアとかで見ていただけるとすごく助かるんですけれども、おおよそですね、いろいろなバリエーションかつ、まあ、ブルーとか、しかも V もどうやら分かってるようだと。頭を青くしてくれとか、尻尾を何色にしてくれとか、オールブラックとかっていうと真っ黒なカラスが出てくるとか、そういうことが、できるようになっています。すごく驚きの、研究結果です。で、お花についてもやってみましたよって言って、まあ、これもおおよそ良さそうですね。上の画像とっぽい画像が出てれば OK です。この画像は見せてないんで、言語情報だけで、まあ、こういう画像が出せるようになってきてます。で、バリエーションもそこそこいろいろ出てきてるので、まあ、どうやら、同じような、なんて言うんだろう。その、局所的な解に陥ってるような感じ、非常にロバストかつ、汎用的な、学習ができているんじゃないかなというふうに思います。しっかり、まあ、おそらくこれ色情報にかなり引っ張られてますけれども、まあ、こう見ても大体、というぐらいの、すごく花って言われなくても花って分かるような画像が出てるっていうのはすごくいいなと思ってます。で、あとはまあ、もうちょっとそんなんじゃなくて、いろんな絵を描かせてみたよっていうふうな結果はこれなんですけども、やっぱり複雑になればなるほど難しいっていうのは、当然そうです。例えば、この野球の絵とかも、全然、なんか人っぽいものはいるんだけども、ピッチャー二人いたりとか、全然野球に合ってないんですよ。ピッチャーって書いてあるので一人のはずなんですけど、まあ、これ見るとピッチャーが一人しか、二人いるように見えるとか、バッターがいないとか、わけわかんないところに人が当たってるとか、まあ、やっぱりその辺の、かなり深い、バックグラウンドはさすがにまだまだ厳しい気もしますけれども、食事の画像なんかは結構良さげ、ですよね。なんか、ビーンと、なんかが、あと、なんだろう。やばい、単語はわかんないですけど。まあでも、まあ、トゥープレイツってところが、まあちょっと取れてない気はしますけれども、なんか食べ物に見えるような何かがこう、ポッと出てきてる。し、この辺とかも人っぽいのが出てきてて、ちゃんと、白い地面が、雪が、積もってるのがわかると。で、まあ、しかもなんか青空なんかもつけてくれてて、すごいいいねっていう感じですね。で、海の画像なんか、サーフィンしてる画像なんかも、まあ、すごくサーフィンっぽいような画像はちょこちょこ出てると。でも、まだまだ画像がちっちゃかったりとか、若干こう、ごまかしてるところがあるので、まあ、もうちょっと頑張ってもらわないとな、なんてところがあると思います。で、あとは、まあ、詳しい話はあまりしないですけど、まあ、ジェネレーターさん、G さんに画像を出すんじゃなくて、画像から、元の Z を出してねっていう、逆向きの学習をさせてやることで、まあ、スタイルを取ってこれるんじゃないかなっていう、実験もしていて、言葉を投げてあげて、あと上の画像も投げてあげます。だからこの説明してる鳥で、かつこんな感じの画像を出してねって言った結果、ここにブワーってあって、一番下なんかすごくわかりやすいんですけど、This bird is completely red。真っ赤な画像、鳥を出せと。で、これっぽい画像、要は鳥の向きとか背景とか木が映ってるよとか、そういうのをこのスタイルとして食わせてやると、これ木が映ってて右を向いてる鳥の画像だと、ちゃんと木の上に右を向いてる鳥で赤い画像が出てくるというふうに、雰囲気、特定の鳥自体以外の情報を考慮した画像生成もできるようになってきているというのが、この研究。で、まぁ、ちょっとオーバーしてるんで、急ぎますけど、あとは、インペインティングって言って、左の、どっか白く欠けちゃったような画像を穴埋めするような、
ものを出してほしいっていう研究もこれでできます。で、基本的な仕組みはさっきと同じです。で、やってあげると、元の画像がこんな感じになっていて、普通の今までの従来ショットだとこんな感じなんですね。なんかすごくこうぼやけたような画像になってしまうと。まあ、これはすごく良さそうに見えるけれども、この辺なんかすごくボケて、この辺だけボケちゃったっていう画像になってます。で、彼らが提案した手法は、一番右側のこの列なんですけど、かなり、これは全く見分けつかないですね。下の2つは、どこが欠けてたかとか全くわからない。下は特にわからんですね。かなりお店のこのショーウィンドウのところとかこううまく、こうなんかうまい感じにしてくれたりとか、模様とかを考慮したような穴目を描いてくれる。というような、ね、アルゴリズムを、先々月かな、出てます。で、右側は他の例を出してますけども、非常にどれも自然にかなり意味を、想像力を描き立てたような絵がアウトプットされていて、非常に衝撃的です。で、まあ、もっともっとまだちょっとカニさんとかに、いろんな画像を食わせてやった上でやると、まだうまくいかないケースもあるので、改良が必要なところではあるんですけれども、この辺はおそらく人間でもほぼほぼかなわないレベルに来つつあるかなと思っています。で、まとめます。で、まあ、二つのニューラルネットワークを戦わせるという発想の、GAN という概要と最近の研究事例をご紹介しました。で、データの投げ方を工夫するといろいろなことができると。で、GN で機械は芸術家の夢をガンガン見れるかっていうギャグを昨日の夜考えて超テンション上がったんですけど、そんな空気じゃないということに気づいて、すごい今、冷や汗出てますけど、まだまだ、低解像度64ピクセル、64ピクセル、すごいちっちゃい画像ぐらいまでしかうまくいってないんですね。高解像度にしようとすると、たびたび、うまい画像が生成できなくなってしまうと。まあ、それは当然探索範囲が広かったりとか、いろいろな問題があるんですけども、まあ、なのでその辺は改良の余地があると。で、さっきもちょろっと話しましたけど、うまくやるためのテクニックっていうのが凄まじいものがありまして、これはなかなか僕が追実験しても再現できないことが多いという意味では、もうちょっとこうシンプルな、手法が出てくるんじゃないかなとは思ってます。少し前の CNN のアーキテクチャと同じような状況が起こってます。わかる人にはわかるかもしれない。いろんなアーキテクチャとか最適化手法とか、書かせかがポコ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 出て取ればいいんだみたいな、ような状況になってきています。まあ、もうちょっと落ち着くんじゃないかなと思います。で、しかしながら、何かダイナミックっぽいと、リアルな画像っぽいとか、本物っぽいっていう、すごく定量化が難しい問題に対してのアプローチの選択肢には十分なり得るんじゃないかなというふうには思っています。はい。で、実は、本当は、この研究のことを固く喋るつもりはなかったんです、僕は。あれを使って、例えば実写の画像から、ピクトグラムの生成とかできたらすごく面白いかななんてこう思ってて、リンゴの画像からアップルのロゴとかが出たらすげえ面白いじゃないですか。っていうことをやりたかったんですよ、本当は。本当はね、本当はやりたかったんですけど、結果が、全然こんな感じの意味のわからん画像がこう生成されてですね、非常に、まあさっきも言いましたけども、凄まじいテクニックがやっぱり必要なんですね。僕が、4日間とかかけて、いろいろ調整しても、ボロボロなので、まだまだ実際に使うのは難しいかもしれないというところになっています。はい、以上です。どうもありがとうございました。ツイッターから質問があったんで、ちょっとそれだけ拾っていいですか？マジか。12ページ。あ、式が載ってる、12。あ、それ。あ、これですかね。はい。E は何ですか？あ、E は期待値です。はい。はい。はい。一般的な数学的な読み方をしていただければ問題ないと思います。他のものについては、全部出てると思います。記号については。あ、P は確率を示してます。分布を示してます。はい。な感じですかね。はい。はい。じゃあ続いて何か質問がある方いらっしゃいましたら、ぜひ。あ、じゃあいいですか。あ、はい。お願いします。ちょっと画像から離れてしまうので、はい。ちょっとピントン出た質問になっちゃうかもしれないけど、はい、その GAN に液体したニューラルネットワークを戦わせるアプローチって、はい、画像に限らないような、当然そうですね。気がしていて、はい。なんかその他の音声とかにも使われている例とかっていうのはある。シーケンスに対する GN の応用っていうのは少しずつ
は研究されているような雰囲気は出ています。僕はちょっとあんまりそっちの方に追っかけられてないというのもあるんですが、まあ、ちょこちょこそんな話をところどころで聞くので、実際論文としてまだ目にはしてないんですが、あの当然同じことを考える人はいると思います。あの先日というか昨日か一昨日ぐらいに Google がマジェンタっていう人工知能で音楽作ろうっていうプロジェクトが走っていて、でそこのブログにもちらっとアドバーザリアルネットワークの話が書いてあって、おそらく彼らもそれを使って音楽を作ろうというふうにしているような雰囲気が出ています。怖いですね。はい、他に何かある方いらっしゃったら、はい、お願いします。 G の方を学習されるときに、はい、E の側は強信号が与えられると思うんですが、あ、これですね、はい、そうですね。 G の側って、はい、生成画像そのものは正解として与えられない。そうです。はい。与えられません。もう単純に、この、D の関数に GZ を投げた時の、ログ取ったやつですね。あ、要は間違わせるような、ようなものを普通に G のパラメータで変微分してやったやつをバックドロップするということです。わかります。はい。教師付きじゃなくて、あ、実際は教師付きに見えるんですけど G は半あの教師なし、実質教師なし、はい、みたいな形なんですけど、まあまあ、あのシェイプ自体は教師ありに見えるみたいな、すごく不思議な、うん、あのモデルにはなっています。あ、ありがとうございます。はい、はい、何か他にあれば、はい、あ、お願いします。これって生成した画像で著作権とか商標権ないんですか？どうなんでしょうね。完全に僕はあの範囲以外ですけど、あのこれはすごく問題になってくるとは思います。非常にあの画風変換とかっていうのも、画風変換はかなりあのアウトに近い寄りだと思うんですが、あのソースの画像がそのまま出てくるので、ただこっちはソースの画像とは少し違ったものが出てくるので、でじゃあどこまでがパクリで、あの創作なのか、まあ、僕ら人間でもそうですよね。いろいろなものを見聞きして何かあのアウトプットしたときに、どうしてもなんか見たものの記憶がちょっとこう出てきちゃうときみたいな、こうなんか作ってるときありますよね、書いてるときとか。それに近いことは今後起こり得る気がします。まだまだあの画質も良くないですし、あのすごく綺麗な画像、見間違うような画像、 100% 見間違うような画像ってまだまだ出てないので、まだそういう問題にはなってないですけど、近い将来それを考えないといけない時期は来るかなと思います。はい、他に何かありますか？はい、計算時間のこと聞きたかったんですけど、はい、DCGA でも結構時間かかるって聞いたんですけど、はい、これからその後紹介しまった論文とかも結構時間かかるような感じなんですか？当然同じもしくはそれ以上の時間はかかると思います。あの学習をさらに複雑に、あ、後半で紹介したのはさらにあの複雑な学習機構を入れているケースもありまして、あの非常に時間がかかると思います。あの普通にこっちみたいに画像を生成するだけでも、あのタイタニックスって何万円ぐらいでしたっけ、30万ぐらいですかね、15万ぐらいまでありました。15万円ぐらいの GPU1 枚使って、まあ、丸1日ないしは 1.5 日ぐらい分回し続けて、まあ、これぐらいのクオリティがようやく出るか出ないかみたいなレベルではあるので、非常に時間、計算時間は高いかなと思います。はい、他にありますか？はい、あ、こちらの方、はい、お願いします。すいません、さっきの、はい、一つ前の講義で出てきたような、はい、そのドロップアウトで確実的な総数を、はい、節約するっていうのの、はい、このジェネラティブアドバーサリアルネットワーク版っていうのはあるんですか？はい、今のところ僕が見ている限りでは見てないですね。というのは、あの最適化に非常に難易度が高いので、総数とかアーキテクチャを変えるとたびたび他のパラメータをもう変えないとうまくいかなくなってしまうというようなことは、あの僕も実際使っていて経験しているので、あの今までの CNN の知識って絶対使えるはずなんですけど、ただそれでうまくいくようにするためには何かさらに工夫が必要なのかもしれないですね。応用する価値は絶対あるはずなので、どうやったらうまくいくんでしょうねってみんな困ってる状態です。はい、ありがとうございます。はい、他に何かありますか？アドバーサリアルネットって脳っぽかったりしますか？はい、
それはちょっと実は前々からどうなんだろうなって考え続けてはいるんですが、まあ、記憶のモデルとして、うん、例えばなんか脳新皮質の原理が、まあ、賛否両論分かれるところだけど、はい、プレディクティブコーディングっていう外界の予測であるっていう考え方がある、はい、でそれを今のこの話に割り当てると、はい、その外界の予測をして外界のイメージを作り出すところと、はい、まあ、外界のものなのかちゃんと自分のイメージなのかっていうのの差分を埋めるところっていう組み合わせで考えられたりしたいですかねっていう、まあ、そういう解釈はできなくもないとは思います思いますが、思いますが、まあ、ピュアな GN っていうのは外界から情報インプットしてないので、まあ、そういう意味ではちょっと違うのかってきます。後半で紹介したインペインティングなんかは、外界の情報をインプットして、プレディクトして、まあ、言葉との絡みもそうですけど、プレディクトしてって話をしているので、外界の実際の真の教師信号を使っているのもこういう研究ぐらいしか実は今ないところなんですけど、その辺は少し考え、まだまだ考えがまとまってないというかところなので、まあ、ただちょっと追っかけて見続ける必要は WBA 的にもあるんじゃないかなとは確かに思ってます。はい、2つのネタと、はい、あ、ごめんなさい。どうぞどうぞ。はい、はい、あ、これですね。はい、面白そうだなと思ったんですけど、はい、これって GitHub とかにソースコードって、いや、上げてないです。ごめん、違う、まあ、うまくいってないので、まあ、ちょっとあんまり需要がないかなと思って、あ、実際的にはさっきの言語とコラボレーションしたのありましたよね。これが言語情報じゃなくて画像情報になったっていうだけなんですよ。普通にプレトレーニング済みの CNN の、 画像のデータを食わせてやってっていうような感じでやっているので、実装もこれベースだったらすぐできるかなと思います。はい。ありがとうございます。いいですかね。いいですかね。はい。だいぶ喋りましたね。はい。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。